珠玉10発の大輪菊と題しまして、十号玉を単発で10発打ち上げます。十号玉は尺玉とも呼ばれ、玉の大きさはおよそ30センチ、開いた時の大きさはおよそ300メートルにも達します。今回は全国花火競技会でも優勝の実績を誇る与衛新変化肉などの新入り割物花火、その他千輪菊や今年の新作花火などいろいろな十号玉を一発ごとに解説しながら打ち上げます。1番上り分割機与衛新引き裂き青航路。全国花火競技会において優勝の実績を誇る与衛新変化菊を打ち上げます。与衛新とは4つの芯と親星を合わせて50の同心円を描く難易度の高い花火です。2番三重神黄金点滅。三重神とは神が3つ入り親星と合わせて40の同心円を描きます。名前の通り点滅しながら黄金の輝きを放つ花火です。3番白点滅神青八方咲き。八方咲きとは色や光を放つ星と呼ばれる部品を一塊にしたものを数箇所に配置する花火です。今回は夜空に咲く一輪の青い花をイメージして制作しました。4番青紅グラデーション変化ボタン。青色から赤色に徐々に変化する花火です。色の微妙な変化に注目してください。5番夜空のイルミネーション。3つの色が摩訶不思議な動きをします。一瞬の色と光の変化にご注目ください。
6番和星人蝶。夏の夜空に巨大な蝶が舞います。中央の輪の動きにも注目してください。錦千輪。千輪とは花火が開いてからワンテンポ遅れて無数の小さな花火が一斉に出現する花火です。今回は錦の花が一斉に開花します。日本伝統のシンプルな新入り花火です。銀肉緑紫。中心が緑で銀色に大きく開く花火です。錦カムラサキ紅天烈。芯が2つ入った錦カムロ菊です。最後に紅色に点滅します。
十万。